はい、よろしくお願いします。今回高校受験対策の確率シリーズの第6弾やっていきましょう。問題全部で3問ありますので、まず1回ね動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。でやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね自分が全部解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では画面下げますのでお待ちください。いくよ。ほっ。確率も久々なんですよね。多分1年ぶりぐらいかな、間違ってなければ。よし、じゃあ行きましょう。でですよ、受験生の皆さん、受験生の方が多いと思うんですけど、確率が苦手だと思ってる方は多分いらっしゃると思うんですよね。自分がもともと教えてた時の生徒も結構いたんですけど、苦手な方に、こんなこと言うとさ怒られるかもしれないんですけど、受験問題の確率って基本的に簡単だって思っといてください。あのね、確率ってめちゃくちゃ難しい問題になかなかアレンジがしにくいというか、あんま出てこないんですよ、そこまで。ただ、特徴として難しそうに見せるっていうところと、ケアレスミスが多いっていうのは気をつけてください。だから苦手な人っていうのはさ、すべて嫌じゃん。もう生理的に受け付けないっていうさ、異性がいた時に、もう無理じゃん、その人のこと。そんな感じになってる。無理って。でもそんなことない。実はいい人かもしんない。みたいな感じで、あんまり先入観を持たずに入っていってください。これは他の科目もそうです。確率だけでもなくって、苦手意識って勉強の時とか受験本番でめちゃくちゃ邪魔なのね。自分がいいパフォーマンスをするためにはすごく邪魔なものなので、ちょっと確率嫌だな、嫌いだな、難しそうだなと今思ってる方は、そんなことねえってハイチが言ってたなと思ってここから聞いてください。よろしくお願いします。でですよ、今回も完全に難しそうに見せてるパターンです。で、ルールが厄介とかね、ちょっとごちゃごちゃしてるんだよね。今回言ってることを簡単に言うと、これ箱書いてないけどね、箱があるんですわ。1,2,3,4,5,6 って。で、そこの箱にその数に対応してるボールが入ってる。玉がね、1個2個3個4個5個6個って。で、サイコロ2個投げるんですよ。サイコロ2個。もうサイコロ2個だから、中学校は。で、まず1個目のポイントとして、サイコロを2個使うじゃないですか。で、確率っていうのは、ほにゃらら分のほにゃららってことで、下の数字と上の数字が必要なんだよね。で、下の数字っていうのは全体の数です。全部でいくつパターンがあるのっていう話。さあ、サイコロ2個の時、全部で何パターンだって言われたら、36パターンだよね。36通りか。これは、サイコロが1個6ですよね。1から6。で、6が2個あるから、6×6 で6636です。これはもう絶対覚えておく。だからサイコロをもし1個投げる時の確率って言われたら6分のってなる。2個だから36分のってなる。で、高校とか入るとね、中学校のさ、高校入試もたまに3個ってあるんだけど、3個だと 6×6×6 なので216分のってなるんですけど、ほぼ出てこないから大丈夫です。36って覚えておいてください。で、そのルールにのっとって、じゃあその聞かれてるね、こういう時って確率いくつですかって言われてるから、それが何パターンあるのかな、何通りあるのかなっていうのを樹形図を使って考えていきます。でですよ、今大小2つのサイコロ、大とね、大と小のサイコロ1回ずつ投げると同時にね。で、問1に関しては、大きいサイコロの出た目の数、出た目と同じ数が表示された箱から玉を1個取り出すと。で、その取り出した1個の玉を小さいサイコロの出た目の同じ目の表示された箱に入れるって。ここがきちんと理解できてれば問題ない。大丈夫だから。だから何を言ってるかっていうと、例えば台がね、大きい方のサイコロが3でした、小さい方のサイコロが1でしたって言った場合、ここに入っているボールを、玉を1つこっちに移しますよ。つまり2個2個2個4、5、6個っていう風に変わりますよっていうのが問1のルールです。いいかい、ここのルールを押さえてね。台の方の箱から小の箱の小の箱に1個移す。で、その時カッコ1番、空の箱ができる確率はいくつですかって。で、これはですね、もうこういう時しかないじゃんって気づけるんだったら、それが一番早いです。例えば
これ空になる確率って1個しか映せないからさ、こいつとか絶対1個映しても空にならないでしょ。ならないじゃんこいつらも。なる可能性があるのってこいつだよね。こいつの1個がどっかに映ってくれれば空になるよね、この子が。ってことは今これ小をこっちにしちゃいましたけど、大は絶対に1が出ないとまずい。大のこの1個を映さなきゃいけないから。だから樹形図としては、まあ、大体左にね大のやつを書いていくので、大、大が1の時だけ考えようと。で枝を出すの。小が何だったらいいのかなって考えるんですけど、まず小が1、大が1で小が1になっちゃうと取った1個をまた戻しちゃうから空にならないんだよね。だから1の1はダメだと。でも1の2とかになってくれればボールが移ってるから空になるでしょ。ってことは小は2でもいいし、ちょっとちっちゃいな、おい、小は2でもいいし、3でもいいし、4でもいいし、5でもいいし、6でもいいよね。この子が移ってくれればいいから。で大が2の時とかはこっから移しても絶対に空にならない。ってことはもうこの時しかないじゃんってなるので、答えとしては36分の、さっきも言ったようにサイコロ2個は絶対36分のね、スタートが。で今出した枝 1,2,3,4,5 個あるから36分の5、確率は必ず約分チェックをします。でもこれね、約分できないので1番の答え、カッコ1の答えは36分の5で終了となります。でその流れでカッコ2です。じゃあ6つの箱のうちに入っている玉の数が同じ数になっている箱が3つできる確率を求めなさいと。でこれはですね、最初に例えを出した、ちょっとこう青になっちゃうけど、この玉を例えば1個1番に移してくれば2個2個2個4個6個になるから同じ数の箱が3つできますよね。こういう状態になるやつを探してねって言ってます。でこれは規則を見つけられればもちろんいけるんですけど、それが難しいなと思う方はこうやってください。でねサイコロの樹形図、まあ、全部で36パターンあるんですけど、これは片方1固定で 1,2,3,4,5,6 2を固定して 1,2,3,4,5,6 っていう、これは3の時、4の時、5の時、6の時ってやって36個の枝が出ていくんですけど、サイコロの問題の時、ちょっとこれね、覚えておいてください。覚えておいてというか、守ってほしいルールがあって、もちろん樹形図で解かない方もいると思います。学校の先生とか塾の先生、樹形図使わない人、表を使う人も結構多いんでね。ただ俺は樹形図を押すのでこれでやっちゃうんですけど、サイコロの問題は樹形図をすべて書くのは NG です。つまりさっきみたいにこの2の時3の時に全部今36個の枝を出そうとしましたけど、書いちゃダメです。逆を言うと書かなくてもいいんだよね、サイコロは。そこは楽ができる。これ時間かかるから全部書くと。確かにケアレスミスは減るかもしれないけど、もったいない。受験の時にこんな時間取ってしまったら。じゃあどうするかっていうと、当てはまるやつだけ、ちょっと失礼。当てはまるやつだけ、探しに行きます。例えば、大が1の時、これ書いてください。これ実際俺がノートに書くやつ、ノートが、受験の時に書くやつなんですけど、1の時、俺左のやつには丸をつけます。固定してる感じでね。大が1の時、この、2個ずつ、あ、3つね、同じ箱が3つになる可能性あるかなって考えるんだけど、これを写すわけよ、今。ここが大になってるから。でもこれを写してもさ、同じ数が3つできる可能性ないんだよね。あ、じゃあ大が1の時ねえんだ。はい、バツ、次です。大が2の時です。こうなってこれをどっか1個移して、失礼、同じ数の箱が3つできるかなって、これをどっかで移してできるかなって考えるけどできないんだよね。これを1個移しても、例えばこっちに移しても2個1個3個ってなっちゃうし、どっか移してもならないってことはこの時もねえじゃんって。じゃあ3の時、大が3ですね。これを1個移したらできないかなっていうのがさっきやりましたね。ここを、ここに1個
ここね、こう1個移してくれば222ってなるから、あ、小さい方が1が出てくれれば、3の1になってくれれば、その可能性ができるから枝を出します1本。でもこれしかない。じゃあ4の時はここです。これを1個どっかに移せるかなって考えた時に、こいつをここに移します、2に。これをここに移すと1個3個3個3個になるよね。で5、6、同じ数が3つできるから4の2もいける。次です。じゃあ5の時はちょっと分かってくるかもしれないけど、実は左2個左のところに移してくればいいんだよね。この5個も5のやつ1個をここに移してくると、これをここに移すと1個2個で4個4個4個になる、6個でね。だから5の3もいけ、5の3もいける。じゃあ最後です、6の時。まあ今の法則からいくとね、2個左だからこれをここに移してくれば5個5個5個になるので6の4もいけるじゃんって。全部は書いてないんだけど、全部はチェックしてるから、これちゃんと。この樹形図の書き方にしてください。いい？で、枝は1本、2本、3本、4本あるので、36分の4。で、約分してね、9分の1となって、これで終了となります。おっとっと。では、問いにですね、ちょっとルールが変わります。大きいサイコロの出た目と同じ目が表示された箱からさっき1個取り出してたんですけど、台が大きいやつが出たやつの箱を全部取ります。例えばここの4が出たら4個全部取る。そしてその4個全部を、あと小さい方のサイコロが出たところに全部入れます。だからこれが4個取って1が出たら、この4個がここに移って5個になる感じね。じゃあその時に6つの箱のうち入っている玉の数が同じ箱が2つできる確率を考えていきましょうと。でこれもですね、書き出していきます。全部というかね、チェックしていく。じゃあ台が1の時から考えましょうって。じゃあ台が1が出てるってことが決まってるので、この1個を取りました。これをどっかに持っていったら同じ数の箱が2個できないかなって考えるんです。じゃあどこに持っていくっていうと、ここに持っていけばいいよね。2に持っていくと、ここが334になるから同じ箱ができる。でも実はこれだけじゃない。これを3に持っていっても44ができるから OK、 まだいけます。これを4に持っていっても55ができる。5に持っていっても、ここに持っていって66ができる。おお、できるじゃんっていう。ただ6に持っていっちゃうと、ここに7ができるだけなので、2個同じ箱はできないから、これで終了。台が1の時はね。じゃあ台が2の時はどうかなって、この2個を移します。まず2の1です。これを1に移すと33になるから OK。 じゃあ2の3は、これをここに移すと5ができますね。55になるから OK。4に移します。ここ66ができるから OK。 じゃああと次もって言うんだけど、これを5に移しちゃうと7ができるから被らない。6に移しても8ができるから被らない。 OKOK。 じゃあ次3の時です。この3を移します。3を1に持ってくれば44ができるから OK。 2に持ってくると55ができるから OK。でも3を3にね、戻しても意味がないので、次、4に持ってきます。そうすると、3を4に持っていくと7になっちゃう。5に持っていくと8になっちゃう。9になっちゃう。ってことは、この2つしかないよね、っていう。で、ちょっと早とちりだったりしちゃう方、自分は結構ありがちなんですけど、4個、3個、2個って減ってるから、あー、これじゃあ4の時に1本枝が出て、全部で10パターンだな、みたいな。ふうにやると足元救われるんですよね。特に、あるんだよ。樹形図って確かに一本ずつ減っていく樹形図って非常に多いので、そういうパターンも多いんですけど、今回、こう、大問が一個あってさ、一番最後なんだよね、問題。そんなシンプルじゃない。基本的には。だから、ちょっと疑って、ちゃんと全部チェックしようっていうのはやった方がいいです。もちろん時間が足んないとかだったらね、そこはその相談しなきゃいけないところにはなりますけど、実際チェックするとね、
4あるじゃんか。1に持ってくれば5、5ができるから OK なんですよ。で、これ2に持っていっても6、6だからここもいけるんだわ。枝ちゃんとね、4、3、2、1になってないんだよね。ただ3に持ってったら7ができちゃうから無駄、9、10になっちゃうからこれで終了です。じゃああとは、5の時、この5はどうなるかっていうと、1に持っていけば6個6個になるからできるんだよね、ここも。ただあとはね、7になっちゃう、8になっちゃう、9になっちゃう、11になっちゃうからこれしかない。で最後6の時は、6はどこに移してもここに移したって7になっちゃうからね、同じ数できないので6の時はありませんって。これで全部チェックしましたってことで数えます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、分母は36、決定しているので36分の12、忘れずに約分して3分の1と、これで終了となります。まあ今までね、いろんな生徒を見てきてですね、特に女の子に多かったりするんですけど、まあ、確率苦手な子は苦手です。何をしたらいいかわからないみたいなことが多いんですけど、最初にも言ったように、別にこの問題ができなかったからダメっていうことではなくって、苦手意識をとにかく減らしてほしいんです。今回やってるのっていうのは、サイコロっていうのが2個使ってるから36分のは決定してる。これはもう絶対覚えなきゃいけない、すごく大事なことだから。でやってることって、樹形図を全部書かずにこうやってチェックすればいいよって、1個ずつなるかな、なるかなって、ちゃんとルールを理解してなるかなっていうチェックをするだけで得点が取れるんです、確率っていうのは。だからそういったやればできるかもしれないっていう風に思ってほしかったので、まあ、今回ねこの問題を採用させてもらいました。まあぜひね、復習してもらって自分の力で解けるようになってください。では今回はね、高校受験対策の確率シリーズ第6弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。